北千住の皆様、こんにちは、こんばんは。お仕事お勤めお疲れ様です。私たちの人生が疲れていたり、しょげてしまったり、いやもうね、前へ進んでいけない、希望が持てない、そういう時にこそ神の愛を試していただきたいと思います。あなたが今順調で、まあ、何もかもうまくいってたとしてもね、イエス・キリストはこういう言葉を語ったんですよね。今笑ってるものは災いだって。神抜きに笑ってる人はね、そのうち悲しむことになるよ。でも今あなたに悲しみがあり、辛さがあり、希望が持てないなら、イエス・キリストを通して希望が持てる、イエス・キリストを通して笑いがやってくる。今日ね、特に悲しんで辛い孤独の人にこのイエス・キリストの愛をお伝えしています。でも笑ってる人もね、もっと笑うことができますからね。イエスと出会い、そして永遠の命をあなたに受け取ってもらいたいと思います。私は牧師 YouTuber である菅野直樹です。本日皆様に永遠の変わらない愛をお知らせするためにこの場所に立って歌い、またお話ししています。近くで仲間たちがティッシュやカードをお配りしています。よかったら受け取ってください。あなたは愛されています。あなたのために死んだ人がいる。あなたのために死んだ人がいる。すべての想いから救うため、孤独の中から救うため、キリストが十字架で死んだのはあなたを愛してるから。タジャホーイエスアイニーハローエブリバン、ジーザスラブスユー。皆さんこんにちは。イエスキリストはあなたを愛しています。あなたのために死んだ人がいる。あなたのために死んだ人がいる。すべての想いから救うため、孤独の中から救うため、キリストが十字架で死んだのはあなたを愛してるから。キリストが十字架で死んだのはあなたを愛してるから、あなたを愛してるから。北千住の皆さん、こんばんは。涼しくなりましたね。いやもう本当にね、午後5時の時点ではもう暑くて暑くて、直射日光でどうしようもないぐらいでした。いや今本当に過ごしやすいです。まあこのようにね、太陽が沈んだり月が出てきたり、まあこのようなねことはね、神様がこの宇宙を作った時にそういう風に設計されたんですよね。すごいですよね。ものすごいスピードでね、この地球は回ってるんですよね。それなのに揺れる感じがしない。まあ、あのメリーゴーランドとかね、ああいうねぐる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 ゆっくり回るものならいいんだけど、コーヒーカップぐるぐる回したら目が回っちゃいますよね。地球はね、それよりはるかにすごい回転をしてるんですよね。それなのに揺れもしないし目も回らない。まあ、神が作られたこの地球1個取ったってね、すごいですよね。この地球は誰のために作られたか、あなたのためですよ。あなたを愛して神はプレゼントとしてこの地球を作られ、そしてあなたに永遠の命を与えたい。2024年前、あのクリスマスの主人公であるイエスをこの地上に送った。イエスは人間の赤ちゃんとなってこの地上に来られた。まあ、赤ちゃん、なぜ赤ちゃんなのか。人間の罪をあがなう、救うために、罪から私たち人間を救うために、
私たちの失敗の歴史を踏み直して罪を犯さない人生をイエスは33歳まで歩まれた。イエスは私たちの罪身代わりに十字架にかかり、両手両足釘で打たれ、そして血を流し窒息し苦しんで死なれた。それは喜んで死なれた。私たちを愛し、私たちを罪から死から救うためにイエスはそのように十字架で死なれた。今日皆さん、十字架で死んで復活したイエスは私たちに永遠の命を与えたい。だから今日あなたに呼びかけているのです。ザ・バイブル聖書を皆さん読んでみませんか。疲れた人、重荷を負ってる人、私のもとへ来なさい。私はあなたを愛している。あなたに永遠の命を与えたい。キリストが今日あなたに語られるこのグッドニュースのこのメッセージをぜひ受け取っていただけたら嬉しいです。こんにちは。近くでね、カードやティッシュお配りしております。よかったら受け取っていただけたら嬉しいです。あなたの人生に本当の幸せがありますように。今日私はここに立って空回りして、皆さんが誰も聞いてないそんな状態の中で喋る、そんなことをしたくありません。今日あなたのハートに永遠の命がもたらされますように。あなたが心を開いてイエス・キリストを信じたら、ただそれだけで永遠の命与えられ救われるのです。ぜひこの救いを受け取っていただけたら嬉しいです。十字架にかかりたる救い主を見ようや、怖がなおかしたる罪のため、ただ死んぜよ、ただ死んぜよ、信ずる者は誰も皆救われ。最後に皆さんに訴えたいと思います。私は聖書の語る神の愛、イエス・キリストをあなたに紹介してきました。今初めて聞いた方も、イエス・キリストはあなたの救い主、信じるだけであなたを救ってくださるお方です。ぜひどうぞ心を開いてイエス・キリストを知ってください。考え始めてください。あなたの人生変わります。人生どっからでもやり直すことができる、今日がその時になりますように心からお勧めします。イエス様を信じて一緒に天国行きましょう。今日皆さんにそのメッセージを心から訴えたいと思います。これをもちまして本日の街頭活動終了いたします。皆さんどうもありがとうございます。イエス様はあなたを愛しています。近くでカードやティッシュ配っております。よかったら受け取っていただけたらありがたいです。嬉しいです。ありがとうございます。